ツ日本ハム楽天25日エスコンフィールド試合後に行われた日本ハム鍵谷陽平投手34の引退セレモニーにドラフト同期のドジャース大谷翔平投手30がビデオレターで登場した鍵谷さん日本ハムファイターズファンの皆さんこんにちはそしてお久しぶりです この動画を見る頃には感激のあまり涙で前が見えていないんじゃないかなと思っています。もしそうでないとしたら、少し僕は悲しいです。鍵谷さんとは同期で入団して、同期の選手たちが現役を退いていく中、長い間現役で頑張ってる姿を僕も見させてもらって、一緒に頑張りたいなという気持ちでこれまで頑張ってきました。今回引退されると聞いて少し悲しいですが。 それと同時に僕自身も、もっと頑張りたいなという気持ちになっています。これからも応援しています。突然の登場にスタンドはどよめき、鍵谷も、びっくりしました、と驚いた。優勝争いをしていて、すごい大変な中で、また自分の記録もいろいろあってバタバタだったと思うんですけど、その中で遠いアメリカからああやってメッセージを送っていただけるのは本当に嬉しいです、と感謝していた。 花束贈呈には、レッドソックス参加 3A 上沢直行投手、30、もサプライズで駆けつけた。